やっぱ SLJ たまらんですね。おはようございます。 BG 平戸の村田勇です。今回は長崎県の南部の方にやってきてます。新長崎漁港から出船する原油丸さんに乗って、SLJ をやりたいと思います。なんか今船長がちらっとなんか厳しいかもっていう声をちょっと聞いたのでちょっと不安なんですけど、あいにくのそして試験予報ちょっとどこまでやれるかわからないですけど、目いっぱい楽しみたいと思います。よろしくお願いします。さあ早速ポイントに到着したみたいです。ちょっとタイのポイントの前になんか背にベイトがついてるんでそこちょっと狙ってみましょうとのことなので、タングステンの 50g で、また朝一なんでグローカラーを使いたいと思います。水深が 56.7m らしいですね。タックルはネコシャフト SSLG です。ん？早速なんか来た。一投目。よいしょ、わらかぶ。長崎一発目。また落ちパク、また一緒かな。ちょっとゆっくり上げます。なんかくるくる回って重たいっす。どうやっても目は飛び出ます。あやめですね、あやめカサゴです。真っ白になってる。2匹目。はい、タックル持ち替えました。ベイトタックルでやります。でタングステンの 100g ですね。ロッドは、ライトゲームオフショア 2TG100g は鉛の60と同じサイズです。なかなかこうサイズを上げたくないときはもうこの TG を使うことが多いです。TG 楽。今イメージしてるのは下が砂地で、割とこう砂地にいる魚っていうのは遊泳力の低いようなイカだったりエビ、カニだったり食ってると思うんですよ。なんで割とこうアクションも砂地で釣るときは岩礁に比べて若干スローめで釣ることが多いです。で特に今の時期春、マダイは中層にフラッと産卵時期なので浮いてることがあるので、そういう魚に対してはちょっと上がったら早巻き入れたり緩めたりスピード変化で食わせたりすることも多いですね。なんで割ともうそこの方をネチネチやった後は巻きをメインにスピード変化などを入れながら今狙ってます。よっしゃ、なんか食った。なんだなんだ。かわいい。よいしょ、かわいいマダイ。綺麗。結構そこの方でしたね。もうボトムポールでついてってたんですよね。SLJ たまらんですね。いきなりグッてくるところが、まあ、どの釣りでも一緒ですけどドキッとします。
よっしゃよっしゃ、これはタイ。よっしゃよっしゃ、よいしょよいしょ、お願いします。ありがとうございます。やったー、まさに産卵期のノッコミマダイっていうような色してます。巻きでしたね、巻きの速度変化綺麗。はい、カラーをちょっと変えてみました。今までちょっとあのブローカラーが入ってたタイプを使ってたんですけど、今度は全くグローが入ってないグリーンゴールドです。この猫メタルって結構スローから速いテンポまで結構使用するこの幅が広いジグだと思ってます。早くバーって巻いても破綻してこうくる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 って回らない で、スローに動かしてもしっかりひらひら動く、扱いやすいですね。1本で結構いろんなアクションにバリエーション対応してくれるので、それプラスひっくり返せるとまたパターンが変わったようなジグになるんで、ほんと1本持ってそれひっくり返して交代交代使ったりで、1日結構この1本をメインに使うことが多いです。こまめにカラーをこう変えていったり、はい、今度ちょっとブレードをつけてみました。こう干渉させて回転を抑えるような、回転したり当たったりして勝手にこうイレギュラーなアクションが出るようにちょっとやってみたいと思います。渋い時は1本が大事なんですよね。よっしゃ、また来た。よし、ランダム、一定のブレードのスピードじゃなくちょっと干渉させて、もう勝手にブレード自体が回ったり回らなかったりするような。よっ、はい、タックル持ち替えました。スピニングタックルですね、猫シャフト。よっしゃよっしゃ、来たー。なんだ魚でもちょっと上やったんですけどね、なんやろ、なに、あーなるほど、 ありがとうございます。しゃ、ネコメタル TG50 です。ブルーピン、はい、ポイント変わってきて、今ちょっと船長が寝魚狙ってみようということなので、ちょっと浅いところに来て寝魚を狙いたいと思います。なんか赤旗とキジ旗が釣れるみたいです。こう浅くて潮が速いところは流しすぎると根掛かりのリスクがかなり高くなるので、あまり流しすぎないことですね。それと根掛かっても無理に最初は引っ張らない、引っ張るともう深く刺さってしまうんで、はい、魚
魚スピン 40g で後ろの針で取ってます。しっかりこう動いてもらえるように、スローでもしっかりこうブル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 動いて、でフロントフックだけでも畑は口が大きいんで十分かかると思います。 40g です。カラーはレインボーです。落として巻くだけ。よっしゃ、よっしゃ、あ、こう、よっしゃ、あ、すいません、はい、ありがとうございます。魚がまだ冷たいですね、少し。しゃ、はい、そのままベイトタックルでやります。青いライトゲームオフショア2。やっぱりこのボトムをもうネチネチやる釣りに関してはベイトが楽ですね。もうクラッチ切って落とす巻く、クラッチ切って落とす巻く。スピニングだとベールを返す手間があるので、その間に根がかってしまうこともあるんで、よっしゃ、サイズダウンか。おおおお、大盆旗。今のもう、割と潮が速い方に流れてったんで、もう上げ幅も少なく、勝手にもうライン張った状態で浮かされて、このルアーが浮き上がっていくんで、リールはあまり巻かずに、もう一回転もしくは2回転で落としの繰り返しでした。よっしゃ、よっしゃ、来た、よしよしよし、やっぱ巻きやった。よっしゃ、上がってきました。お願いします。しょー、ありがとうございます。エコメタル赤金 TG100g です。なかなか渋いんで嬉しい一本っす。船長ありがとうございます。こうやってやっぱり巻きだけでも魚の反応が結構得られるってことは、しっかりやっぱり底の方ゆっくり巻いてもゆたゆた泳いでる証拠ですね。ふら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 スローで巻いても、しっかり動いてくれるタングステン。お、なんか来た。普通にタイだ。はい、ちっちゃなマダイが来ました。ラストフィッシュですね。
疲れ様でした。今日一日、SLJ を通してみて、長崎沖、いろんな魚種が釣れて楽しかったです。でアクションをつけるというよりは今日はなんかただ巻きに結構反応が良かったです。これから、どんどん暖かくなってもう SLJ 本番の時期になってきます。そうなってくると結構アクションシャ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 ンやっても釣れてくる時期になるので皆さんもネコメタルを使って楽しんでみてください。今日は一日ありがとうございました。おはようございます。一斉フィールドスタッフの佐藤良樹です。今回は春の恩賀川にやってきました。季節は春ということでバスの産卵シーズンになってます。デカバスが狙える時期にはなってるんですけど外せばなかなか厳しい時期になってます。もちろん春の爆釣狙いではあるんですけどとりあえずは恩賀川らしい春のバスを釣りたいなと思います。よろしくお願いします。朝一は恩賀川の春バスが狙えるポイントにやってきました。ここで最初は春バスがよく回遊してくる場所になってくるんでここで粘ってみたいなと思います。最初はキャラメルシャット5インチ、頭に 1.3 グラムのネイル進化入れてるネイルリグですね。これで広範囲巻いてみたいなと思います。狙いはもう本当回遊してくるバスの前を通すイメージでいろんな方向から通してみたいと思います。朝一来たらもう相当好調ですけどね。しゃあ、まあ、朝からこんなこと言うのもあれなんですけど実はもうバスが産卵に意識が行きまくってるっていう情報もあるんで春はすごい難しくて産卵前の荒食いっていう時によく春爆、春の爆釣があるんですけどもう産卵に意識がいってしまうとご飯、餌食べるよりも産卵に集中しちゃうんであんまり釣れない時があるんですよ。実は今日その日かもしれないです。結構自分は移動型ではあるんですけど春は待ちます。バスに標準を合わせてバスが好きそうなものを回遊ルートの場所に待って投げてあげる。早くももう小雨が降ってきましたね。今日実は一日雨予報なんですよ。その雨が恵みの雨になればいいんですけど、まあ、とはいえ今日はもう僕は春の爆釣狙いなんでエンディングなんて言ってるか楽しみですね僕がAK ラバージグジュニア7グラムに AK チャンク 3.4 インチこの組み合わせでカバーを打っていきたいと思います。夜の間にカバーに入って朝まで居残ってるバスがいるかもしれないんでちょっとそれ狙います。いないかな。基本的に食うときは多分フォールで食うと思うんで投げたらフリーフォールで落として一回当たりがないか聞いてラインで聞いてちょっとボトムでこうちょん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 って誘ってあげてもうすぐ回収ぐらいです。金平シャットこれで広範囲巻きます。ちょこっとちょこっとボトムタッチするぐらいなんでむしろちょうどいいぐらいですね。ここは1メーター、2メーターぐらいですね。深さも高いところは1メーターあるかないかぐらいだと思うんですけど、
本的にはただ巻きして、たまにボトムにコツ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 って当たるんで、その時は止めてあげたりとか、まあ、そのまま当てながら巻いてくるっていう両方の使い方で探ってってます。ハードボトム狙いで AK パンチに、1.3g のネイル進化入れてるネイルリグですね。投げて着底したら、ボトムが結構ハードボトムなんで、ボトムを感じるようにゆっくりズル引きします。ズル引きしてこうやって何かに引っかかったらブルブルブルって外してあげる。そしたら AK パンチがドド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 って動くんで、そのリアクションでバスに見つけてもらう、もしくは食ってもらうっていうのが理想の釣れ方です。あかんっすね。移動します。はい、移動してきました。ここは有名な犬鳴き堰ですね。まあ、ちょっと雨も降ってて水も濁りが入ってきたと思うんで、まあ、ちょっと広範囲巻いて探ってみたいなと思います。 AK チャター 21g に固くチュアムのヤバくね、この組み合わせでいきます。流れの中に AK チャター入れてボトムまでつけてあげてゆっくり巻く。できるだけボトム付近を通したいんで 21g にしてて、まあ、あとはもう全体的に今犬鳴き堰水が出てるんですけど、広範囲探りたいっていう面で 21g の AK チャターシリーズの中でも重たい面のものを使ってます。やばい、雨めっちゃ降ってきた。はい、移動してきました。一気に下流まで下ってきて、まあ、ここは下流の中ではテトラとかがポツポツある場所にはなるんですけど、ここでちょっと丁寧に好きなフィネスでなんとか一歩頑張ります。バルキースパテラで 0.9g の進化入れてるネコリグですね。大好きなスパテラシリーズにちょっとボリュームがある短いワームです。ここも下流では、まあ、春定番のエリアというか、よくバスが回ってくるエリアではあるんですけど、おブルーギル バルキースパテラで落ちた瞬間に食ってました。金平チャット、これ巻いていきます。しとしとと雨降る中巻いてますが、答えてくれるのはブルーギルだけですね最後移動してきました。朝からだいぶ苦しんではいるんですけど、最後ドラマフィッシュ釣りたいですね。頑張ります。 AK ラバージグジュニアに AK チャンク 3.41、 この組み合わせでまずカバー周り打ってみたいと思います。カバーに投げて、あとはちょんちょんスイミング、これでスッて出てきてくれたら一番興奮するんですけどね。今日はオルスです。 AK チャター 21g、 これ巻いていきます。さあ最後まで諦めないですよ。最後に微笑んでくれるかもしれない。そろそろ赤松さんヘルプしないといけないかもしれないですね厳しい時こそ。
で村上さんに釣れる時呼んでって言われたんですよねオープニングの自分に言ってあげたいですね。この姿見せてあげたいですよね。雨に打たれて口数減ってチャター巻いてる僕をいやー厳しいかやっぱり。もう餌食う時期の春やってたらもう多分今結構釣れてると思うんですよ、この雨の感じといい。ちょっと産卵に意識が行き過ぎとるかな、バスが。お疲れ様でした。雨の中一日頑張ったんですけど、春のバスには出会えませんでした。難しかったです。午前中は春のバスが回遊してくるような場所で待機してルアーローテーションを繰り返しながらバスにアプローチしていったんですけど、反応は得られませんでした。で午後は逆に自分の方からいっぱい乱眼していろんなバスですね、出会えないかなっていうところで回ったんですけども厳しかったです。次来る頃にはバスも産卵を終えて餌を荒食いする時期になるんじゃないかなと思うんで、もうその時はもう今日の分までもういっぱい釣ります。いやー難しかったです。今日は帰ります。お疲れ様でした。